テレベカさん今日何飲んでるんですか？今日はですね、あやたかカフェ抹茶ラテを、飲んでおります。これ多分今発売停止してるんじゃない？これ。めちゃめちゃ人気でさ、発売停止になったと思うんですよ。これ4月ぐらいに発売してね。で、その4月ぐらいに1回コンビニで買って飲んで、あ、めちゃめちゃ美味しいやん。でもこれめっちゃ売れてるな。多分発売停止するやろと思って、急いで Amazon で箱買いして買ったんですけど、まあ24本入り買ったんですけど、買った時がもう、ハマりのピークで、最近あんま飲んでなくて、まだ箱の中に15本ぐらい残ってたりします。ということで、こんにちは、ペガちゃんです。稲妻イレブンゴーストライカーズ2013やっていきたいと思います。今回はエキシビションでやっていきましょう。はい、今回なんですけども、こちらがですね、オリジナルチーム、ゼロ。そして、対戦相手はですね、レジェンドジャパン。これでね、やっていきたいと思います。はい、ということで、フォーメーションはこんな感じでいきたいと思います。今回なんですけども、ま、映画ね、劇場版究極の絆グリフォン。2011年12月23日に公開した映画なんですけども、まあ、ゴッドエーデンというスタジアムで、ゼロと、天魔たち、ライモンイレブンは戦ったわけですね。で、まあ、ゼロね、めちゃめちゃ強いです。ライモンのメンバー圧倒されるわけですよ。その時、ライモンに助っ人が来ました。それが、試合をそばで見守っていた、遠藤とか、吹雪とか、壁山とか、そういう人たちです。俺ね、この前映画ね、改めて見たんですよ。そしたらね、この助っ人が出てくるシーンが出て、こいつらが戦えばよくねっていう。僕ちょっとそう思っちゃったんですよ。なので、この企画考えた時は、まあ、僕がね、レジェンドジャパンを操作して、まあ、ゼロをぶっ倒そうという企画にしようと思ったんですけど、それってもう、やる前から結果見えてるなと思って。それはね、操作したらレジェンドジャパンが勝つに決まってますよ。だったらね、僕がゼロ操作して、レジェンドジャパンをぶっ倒す。そういう感じの曲の方が面白いんじゃないかなと思ったので、今回ゼロ使ってやっていきたいと思います。はい、ゴッドエデンスタジアムです。試合開始だ。試合開始だ。はい、ということでやっていきましょう。今回、まあ相手レジェンドジャパン、まあライモンに代わってレジェンドジャパンが戦うってことは、天魔たちは、多分そばで見守ってるんでしょうか。多分ここら辺で見守ってんだろうな。そんな感じでやっていきたいと思います。まあ、多分ね、もう相手にシュート打たれたらほぼ終わり。今回レジェンドジャパンはね、ほぼ終わりなので、基本的に相手にボールを奪わせたくない。で、こっち多分ね、白龍でシュート打てば多分なんとかエンドを破ることができるんじゃないか。まあ、非常にね、これ選手の実力差があるんですけども、なんとか攻めていきたい。そんな感じですね。ただ白龍ね、一つの欠点があるとするなら、このイナストにおいて白龍って、めちゃめちゃゲージが溜まりづらい。本当にゲージ溜まんないんですよ、こいつ。なので、こうやってね、もうゲージを溜めに行くしかないですけど、こうしたらディープジャングラー来ると。いや、レジェンドジャパンディープジャングルが、みんな持ってる。みんなぶってるから、これは厳しい。ファイアートルネード。ファイアートルネード、さすがにですよ。これは、クリスタルバリアで、行きましょうか。させるか。クリスタル。シャーシャー、なんか蛇なのに猫が怒った時の声出してますね。さあ、これでも白龍さ、さっき結構俺ゲージ溜めたよ。そろそろ来るんじゃない、白龍くん。うわー、ちょっと待って、これよし、化身で化身でいくぞ、これ。よし、マサイショービショップ、ダークスペース、ダークスペース。うわ、なんかヒロトが死にました。こっちね、何が強いかっていうと、まあ、化身が使える。それはね、一つでこっちのアドバンテージだと思います。うわー、でもこれ溜まってんな。ただレジェンドジャンプめちゃめちゃ強い。化身ではひっくり返らないぐらい本当にね、技が強力。これをね、どうひっくり返すか。さあ、これでも白龍きた。あ、オフサイド。お前、それはさ、ちょっとさ、厳しすぎるんじゃないんですか、それは。これ、よし、クレイジーサンライト、クレイジーサンライト、よし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 。めちゃめちゃ今互角だな。これちょっと白龍くん、白龍くん、これいけるかな。白龍いけんな、これ。ちょっとやるか。こっち、ちょっとディープジャングルは怖い。壁山ならさっき使ったから大丈夫。さあ、これシュー来い。あ、お前も使うのか。いたらこっちも消しに使う。オッケー、よし、ストロングタワー、よし、化身最強。あー、オフサイド。もうオフサイド、うざクソ。オフサイド全だけど、よしよしよし。これヒールタイム溜まったので行きましょう。オッケー、シュー、
収集行こうか。オッケーオッケーオッケー。これディープじゃ溜まってないね。あ、津波まずい。オッケー、津波大丈夫。これ化身使って、さあ、エンド暗黒神ダークエクソダス行くぞ。魔王の斧魔王の斧さあどうゴッドハンドブレイクよしよしよし先制点が決まった。君の力ではどうすることもできない。おい、おい、日本のレジェンドに何ちゅうタイトルだよお前。一応エンドってほら、まあ、ワールドカップ優勝した時のキャプテンみたいな感じだから、多分サッカー界ではレジェンド的な人物だと思うんですよ。その人物に対して見下ろすというとんでもない無礼な行為ですね、シューはね。これね、エンドをね、一部の人間から宗教的な人気を得てますから、まあ、こんなことをしたらね、もう信者に殺されても仕方ないですよ、シューはね。本当に危ない危ない。白龍くん本当にたまり弱いんだよな。白龍どう、きついか。いや、たまるぞこれ。いける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 けど、おし、こっち側ディープジャングル溜まってない、完璧だ。うわ、だよお前らさ、打たせてくれよ本当にさ。うん、いやでも目玉は最後に取っておく、そういう感じかな。これちょっと待って、おし、ナイス。これまずいか。よし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 、ちょっと待って、こっちのブロックも強い。うん、多分アーサー打てば決まるのよ。ただこれはまた、おい、これさ、審判がバカなんじゃなくて、あの白龍のこれポジション取りがバカな説もあるぞこれ。これ後半まで取っておくか、ヒーロータイムあるけど。後半開始からもういきなり行こう、アーサーは。よし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 、オッケーオッケー。ちょっとね、もう動画のこと考えずにもうほんとガチでやってます。ガチでやらないと勝てないからね、ほんとレジェンドジャパンは。さあ後半戦、よし、白龍溜まってる。で、相手もね、これヒーロータイム溜まってない。よし、やっとこれ準備は整ったという感じじゃないでしょうか。さあ行きましょう。オッケーオッケーオッケー。こっち側は大丈夫かな。オッケー、こっち側大丈夫。ちょっともう遠くてもいいや、遠くても多分決まるっしょ。行きます。よし、これで2点目。よし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 、多分大丈夫でしょう。さすがにアーサーだぜ。よし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 、それは決まってもらわなきゃ困る。お前たちの力はそんなものこいつも無礼だ確かにこの感じでいけば試合には勝てるかもしれない。ただエンドに対してこういう無礼な態度を取ったってことは、ハクリとシューの命ちょっと保証できないな。なんか近い将来立ち向かいに殺される気がするあ、これ来るな、これ来るな。あ、ファイアートルネードだ、バカが。ファイアートルネード、なんなんだろう。ちょっとゴエンジこれやる気ないのかな、今回すごいやる気ないんすかねこれひどいな、ゴエンジが。サーペントファング、サーペントファング止めて。ゴエンジやばいですね今回ね。あれですかね、なんかまたエイリアみたいにちょっと脅されてるんですかね、ユーカちゃんを。ユーカちゃん脅されると途端に良くなりますからね。もう2点しか、うわ、まただよ。サクマっていつからディフェンダーに転向したんだディフェンダーに転向したきっかけがなさすぎてさ、わかんないんだよサクマに関しては。おっと、これまずいか。ウルフレジェンド来るかな。いや、これでもザ・バース、ザ・バース臭いな。オッケーオッケー、パートナーを防いでおこう、パートナーを防いでおこう。オッケー、パートナーを防いでおこう。よし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 、さあ、アルフレジェンド。そう、今までね、俺散々コンピューターにやられたからさ、今回俺がパートナー潰しちゃった。さあ、サーベント、ファング、あ、これでも基盤どっか。あ、やばいね、これ。よし、いいシュートだね。やばいね。一応ね、あの、覚醒マックスでキャッチも最高まで育ててんだけど、それでもこうなると、あ、まずいね。あの、余裕ないわ、これ全然。あ、まずい。あ、これ、切らされてくるか。危ない危ない。これはちょっと待って、なんだ？これは何ですか？これちょっと待ってください。待ってください。これはまずいですね。ああ、これまずいぞ。ラストデスゾーン！俺でもヘビのね、一応頑張って特訓で、ああ、まずい！ああ、よかった。トルネード！あ、これ多分止めれるわ。これ止めれるわ。あ、これ止めれるわ、多分。多分止めれる。ファイトルネードある。多分いける。ほら
ゴインジャパンひどいですね。ゴインジャパン、ユーガちゃん脅してる説ありますね。このフィズステクターが。これもっかい吹雪来るな。これもっかい吹雪来るな。これウルフレジェンドは多分、そんなだから、多分ザ・バースで来るんだろうと思うけど、ちょっと打たせてみるか。まあ、離れてし、ザ・バースは多分大丈夫。この位置なら大丈夫、絶対に。ザ・バース、ザ・バース、おっと、これ手術的に大丈夫かな？あ、大丈夫だ。あれ、染岡も多分脅してるぞ、このチーム。染岡も多分脅してますね。ひどいな。チェインのセンスがことごとくねえわ。これ、染岡をもし脅してたとするならば、フィルセクター相当頭いいですね。相手の点取りを2人押さえておけば、とりあえず勝てますからね、これ。本当に。これちょ、こいつ多分シュート技確か、化身だった気がするな。化身じゃなかったっけ、こいつ。そうだね、行きます。今だ！ギャロップバスター。まあ、多分決まりはしないと思いますが。どうかな？あ、わ、決まるんか？あ、決まるんだね。化身って強いな。化身って強いね。ちょっと化身って強いわ。化身強いわ。化身強いね。あ、バカだ、ほんと。こいつ、やっぱり、脅されてるべ。さすがに、もうちょっとなんかあったやろ。脅されてる、ムーブですよ、これは。でも、もうちょっとうまくやらないと、さすがにファイアートルネードは露骨すぎる。さすがにな。露骨すぎるよ、そのムーブは。もうちょっとうまくやろう。あんまりそういう脅されてることバレないような動きをしてほしいよね。下手すぎる演技が。これ、いきますか。じゃあ、とどめのアーサーで。ソードエクスカリバー。さあ、どうでしょう。いや、意外といけるもんだな。オッケー。よし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 。4対1。いや、やっぱ化身って偉大だな、本当に。それをね、まざまざと思い知らせる、そういう展開になった。あとやっぱフィフスセクターがゴーエンジを脅してた、これ非常にでかいと思います。これ非常にでかい。ちょっと待って、ん、これなんだ、これはなんだ、染岡が来てる。ちょっと待って、なんだなんだな。あー、来たね。ラストデスゾーン。ラストデスゾーン。あー、クリスタルバリアしか使えない。あ、これは終わったな、さすがに。まあ、さすがにな。これさすがにだわ。うん。手応えねえな。手応えねえな。まあ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 。2点負けてる人の態度じゃないですね。もうちょっと焦らなきゃ。ただ、これで試合は終わりじゃないですか？これで。試合終了、勝ちました。いやでも普通に多分これゴエンジがまともになってたら、まあ、来たかもしんない、本当に。なのでゴエンジに妹に関して脅すのはマジで正解。ライモンにどうしても勝ちたい皆さんはこれをやってください。ありがとうございました。